それではただいまから定例記者会見を始めます。本日の発表事項5件を一括して市長からご説明申し上げます。はい、おはようございます。お集まりいただきましてありがとうございます。私から5件について発表させていただきます。まず最初は新型コロナワクチンの集団接種を継続するというものであります。まず最近の感染状況を申し上げますと、福島市の今日の新規陽性者数の発表はですね、492の予定でありまして、まあ、過去最高に引き続き肉薄しているというか、そういう状況であります。県の方も今日はまた過去最大を更新するというふうに、まあ、聞いておりまして、まあ、お盆は過ぎて、いわゆるお盆の時に、あまり検査できなかった方が今この新規陽性者として判明しているというだけではなくて、むしろやはり一段のその感染拡大が見られるのではないかというふうに市の方では考えております。こうした中でワクチンの要望も今高まっております。でこのために4回目の集団接種は8月25日で終了する予定でしたけれども、今申し上げた接種意欲の高まりとか、あるいは我々もできる限り医療機関の負担を軽減したいということで、引き続き9月も集団接種を実施してまいります。で同様に3回目接種の集団接種もですね、ノババックスで夜間土曜日の接種で継続して接種機会を確保してまいります。現在病床の方も非常に厳しい状況になっておりまして、福島市内のコロナの即応病床は全体で75床あるんですけど、昨日の時点で申し上げるとその9割がもうすでに埋まっております。ですからなかなか入院調整がしづらい状況、まあ容易には入院いただけないような状況になってきております。まあ、その点では若い方々もワクチンを打つことで重症化を予防して、そして全体としてですね、この医療が成り立っていき、かつ市民の皆さんの命も守れるように自らを守る手段としてワクチン接種をお考えいただきたいなというふうに思います。で9月の集団接種に関しては4回目はご覧のように9月の1日、2日、8日、9日で、モデルナを、その日によって400から520名程度実施をいたします。3回目接種の方は夜間が9月9日130人程度で、先ほど申し上げたようにノババックス18歳以上が対象になります。それから、土曜の接種は3日と10日、それぞれ150人程度を、予定しております。で現在の接種状況を申し上げますと、4回目接種の方は、今接種対象が接種が可能な方、こちらにあるように、3回目接種から5ヶ月を経過している方でありますけれども、そのうち60歳以上に関しては 58% 接種が進んでおります。59歳の方はまだ 23% という状況でありまして、まあ、今申し上げたように重症化を予防してできる限り入院もしなくて済むようにということで、ワクチンの方を前向きにご検討いただきたいというふうに思います。で若い方の接種状況を申し上げますと、7月の20日時点がこの白抜きの部分でありますが、それから1ヶ月ぐらい過ぎた現時点で申し上げますと、まあ、大体 2% から 4% ほど、6% ですかね、伸びてはおります。まあ大都市などに比べると福島市の若い世代の接種状況はかなり高い状況ではありますけれども、やはり接種をして重症化をしない、あるいはうつっても他の方にうつさないという効果がありますので、ぜひ
接種を前向きにご検討いただきたいというふうに思います。1点目は以上であります。失礼、あとですね、集団接種ですけれども、この10日までかということで申し上げますと、これはここまでというわけではなくて、今後も我々としても状況を見ながら集団接種できる限り確保できるように努めてまいりたいというふうに思います。続いて2つ目、福島市民エールクーポンの第4弾の、発売、利用開始であります。対象は6月1日現在市内に住民票のあるすべての市民でありまして、今回は3000円で4500円分が購入できる、そういう仕組みにしております。で、4500円分の、クーポンのうち、3000円分は全店舗共通型、1500円分は中小規模店専用型ということで、地元の地域経済にも配慮した内容にしております。引換券を全市民に、世帯主宛てですけれども、8月の22日に来週の月曜日発送いたします。おそらく翌日以降届くことになりますので、翌日以降から、引き換えが可能になります。なお今回は、世帯全員が、住民税非課税世帯の場合は、非課税の場合は1世帯それぞれのお一人1セット追加することにしておりますので、それは9月の中旬に、引き換え券をお送りいたします。利用は、翌日の8月23日から、可能という形になります。で、こちらにあるように、販売店は郵便局、大雄エイト、1位コープ福島、伊東洋華堂という形になっておりまして、こちらで引き換えが可能です。加盟店はだいたい現在1600店舗ありまして、かなりの店舗に引き続き参加いただいております。内容についてはですね、この特設サイトをご覧いただければというふうに思います。そして、今回のデザインですけども、これまで小杉裕二さん の、 写真を使っておりましたが、今回は魅惑満載の市のロゴもですね、ぜひ市民の皆さんにまた周知したいということで、こちらをちょっとメインに使わせていただきました。これが全店共通券で、こちらが中小規模店専用券になります。我々としては市民の皆さんに親しみやすく明るくエールを届けるデザインとしたつもりでありますし、先ほど申し上げましたように、福島市のロゴあるいはキャッチフレーズであるこの魅惑満載、これを市民の皆さんに浸透したいと思ってこれを採用しております。はい。それから引き換えの場合でありますけれども、もう大体市民の皆さんご承知かと思いますが、福島市のこのエールクーポンは、先着順で実施しているものではありません。ですから混み合う時間などは避けて購入いただければというふうに思います。特に密を回避するという観点で、小人数で、ご来店いただいたり、うまく様子を見て、交換いただければというふうに思います。で、クーポンの販売時間はお店によって異なりますので、事前に、ご確認をいただければというふうに思います。2点目は以上であります。続いて3点目になります。街中での防災、減災防災体験コーナー、そして、防災ワークショップの開催であります。今年もですね、ご承知のように、危険な暑さが続いたかと思うと一転して大雨が降って、全国各地で、水害が発生をしております。このため、防災の日である9月1日から2週間街中交流館で、街中減災防災体験コーナーを設置をいたします。防災グッズの展示体験等を通じて市民の防災意識の向上を図るとともに、福島市在住の
外国人あるいは女性の方々と災害時の避難行動などについて一緒に考える防災ワークショップも開催をいたします。こういったものをですね、街中減災体験コーナーでは展示をしたり、あるいはワークショップですけれども、予定しております。街中交流館、このような配置になっていますけれども、これが入り口ですね。地下歩道から出てで入って、常設展示以外の部分、これを全部使ってですね、この防災減災の体験コーナーを実施をいたします。で中には、ペット同伴避難所体験コーナーとか災害時に備えた防災展示コーナーもあって、それで今回外国人にも配慮した防災のイベントも実施いたしますので、多文化共生を象徴するアンブレラスカイも同時開催をする予定であります。で、外国人とのワークショップはですね、9月の4日日曜日に10時半から、0時30分まで、市内在住の外国人が参加いたします。言葉の壁もあって、あるいはその、風習の違いなどもあってですね、何かと外国人の方々不安じゃないかと思いますが、今回を機に福島の防災について知っていただければというふうに思います。そして、どうしてもこれまで防災というと男性がハードな感じで取り組むケースが多かったんですが、女性目線の防災をより一層推進したいということで、女性の皆さんとのワークショップを9月の11日に開催をいたします。実施内容は毎避難プランの作成、避難グッズの体験、非常食の試食と、こういった内容になっております。はい、3点目は以上であります。続いて4点目です。高齢者等スマートフォン利活用支援講座の申し込み受付を開始するというものであります。社会全体でのデジタル化求められておりまして、福島市でもデジタル推進協議会というのを作って、市役所あるいは産学官ですねのあらゆる範囲、あるいは高齢者とかそういう町内会とか、そういうデジタルに苦手な方々、あるいはちょっと出遅れている方々、こういった人たちも底上げしようということで今取り組んでおります。で6月の予算で高齢者向けの講座の予算を大幅に拡充をいたしました。今回その予算の執行としてですね、講座を設定をいたしましたので受付を開始するというものであります。受付開始は8月の25日から開始をいたします。オンライン申し込みまたはコールセンターに電話で申し込みという形でありますが、申し込み自体がですね練習になりますので、ぜひスマートフォンとかお持ちの方はそれでまずやってみていただきたいというふうに思います。そうしていただくとまたその後の講座もより有意義なものになるんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で今回は市内に店舗のある携帯キャリアのスタッフが講師、それから大学生、それから市がですね高齢者自体をこの教えることができるリーダーに今要請をしております。これがシニア ICT サポーターと言ってるんですが、こういった方々がサポーターとなって3つの講座を実施をいたします。で当面9月から12月の実施分の申し込みを開始いたしまして、こちらにあるように1、2月分と、あとこのシニア ICT サポーター養成の方は11月から申し込みを開始いたします。で今回は入門体験講座ということで、基本的な操作を学ぶ講座を16学習センターで実施しますが、全80回のうち53回分を今回の受付にいたします。それから町内会の、いわゆる電子町内会の支援講座、これは31町内が実施をしておりますが、前回全45回中37回分を今回実施をいたします。
最寄りの学習センターで実施をするということです。それから、シニア ICT サポーターですね、こちらの方は、拠点的な学習センターで全15回実施をいたしますが、先ほど申し上げたように11月からの申し込みになります。そして市がいろいろな今 ICT の情報提供サービスなどを実施しておりますが、やっぱりこれもなかなか、分からなくてできないという方もいらっしゃいます。ですからこの講座と同時にですね、市公式 LINE アカウントとか、通報システム、あるいは防災アプリ、あるいは県民アプリ、あるいはモモリンシェアサイクルの専用アプリ、こういったもののダウンロードの仕方、あるいは利用の仕方、こういったことも教えてですね、市のサービスをより利用しやすいようにしていきます。そしてこれにあたってはですね、ぜひ大学生の皆さんの協力をいただきたいなと思ってまして、大学生サポーターを、現在もある程度確保はしているんですが、より多くの大学生を募集したいというふうに思います。中にはやっぱりバイトなかなかできないという人もいらっしゃると思うので、これで大学生のバイト代稼ぎの代わりをしていただければ、また一石二鳥かなというふうに思います。はい、4点目は以上であります。こちらはどういったところでやるかの一覧ですので、こうやってみるとですね、かなりの数をやるなというのがお分かりいただけるんじゃないかなというふうに思います。これは入門編、電子庁内会です。はい、そして最後はですね、文化振興条例のパブリックコメントです。この度、パブリックコメント失礼福島市文化振興条例の素案を取りまとめましたので、そのパブリックコメントを実施するというものであります。手続き的にはこれまでと同じでありまして、意見の提出期間は本日から9月20日までということであります。で、今回の特徴をちょっと説明しますとですね、皆さんのところにあるかと思いますけども、文化振興条例の中でも福島らしさというのにかなりこだわりました。で、福島らしい文化の継承と持続的発展のための道しるべとなる、そういう条例を目指しております。で、当然総合的か計画的に推進をしてまいりますが、今回まず条例本文じゃなくてその前文ですね、前の文に福島の地勢や成り立ち、あるいは時代背景、あるいはどんな文化があるかといったことを書いて、ある意味これが福島の特色だよということを示しながら、その上でこの、条例の推進にあたっては福島市らしい、特色ある文化の推進に特に用を用いるという形で特色ある文化を育成していきたいというふうに考えております。そして我々としてもこうやって改めて見ますとですね、特に福島市の黄金時代であった、明治から大正にかけての建物とかがですね、あまり実は残っていない現状もあります。で、そういったことを、我々反省として受け止めて、これも前文に、記しておりまして、その上で今後の文化振興を進めるんだという決意を書いてあります。で、さらに特徴的なのはですね、この条例の中で文化振興基金ということを設けるという形にしました。現在福島市では文化施設の整備基金と、あとは古籍友人音楽賞のにかかる基金を持ってるんですけども、今回この2つを廃止をしまして、当然こちらも対象には入るんですけど、より広い文化の振興ができる基金を設けます。そしてやはり文化というのは税金で進めるだけではなくて、市民の皆さんの寄付とかそういったもので進めていくというのが、やはり自由な文化を育成する上では非常に自由かと思いますので、市民の皆さんからの寄付も受け入れて、そして積んでおくと、こういったことがしやすいような、そういう構造にしております。その点では本市独自の特徴を持った
文化振興条例になっているのではないかなというふうに思います。それから文化を文化としてとどめるのではなくて、3つ目の黒丸にありますが、文化以外の分野、観光とか町づくりとかあるいは教育とかこういった後の連携をしっかりとってですね、そういったものの中に、文化の要素を取り入れて、文化振興と相乗効果を発揮できるような、まあ、そのような施策の進め方をするということを、謳っております。まあ、私としてもこの文化振興条例、公約の一つでありますので、まあ、今回こうやって予約をお示しすることができました。これを踏まえて、まあ、今年度中に、条例を制定してまいりたいというふうに考えております。そして発表事項ではありませんが、ご承知の通り、昨日から福島市内で熊による人身被害が続いております。福島市では、その17日から現地のパトロールあるいは広報活動あるいは鳥獣被害対策実施隊と、警察署との連携による熊の捜索活動あるいは罠設置さらには花火による追い払いそしてさらに防災用の個別受信機などを使いまして各町会長さんなどに注意喚起をしたりあるいは LINE で注意喚起をするなどさまざまな対応を取ってまいりましたが、まだ問題の解決には至っておりません。引き続き被害のありました在庭坂の地域を中心にですね、市民の皆さんには警戒をしていただくと同時にですね、我々としてもできる限りまた早期解決を目指して関係機関と連携しながら取り組みを進めてまいりたいというふうに思います。そして最後になりますが、今日も地元紙一面に出ておりますが、聖光学園、準決勝に駒を進めて明日戦いを進めます。相手は仙台育英ということで東北対決にはなるわけですけれども、ぜひこの東北対決を制して決勝に駒を進め、初の夏の甲子園のこの大優勝旗のですね、白川越えを福島を越えてじゃなくて福島にこの県内にね、留めておけるいただくように頑張っていただきたいということで、勝利に向けてのエールを送って私の会見を終わらせていただきたいというふうに思います。私からは以上です。それではただいまの発表事項につきまして質問をお受けいたします。質問のある方は挙手をいただきましてこちらから指名の後ご発言をお願いします。福島テレビさん。福島テレビの小野田です。よろしくお願いいたします。新型コロナについてお伺いしたいんですが、はい、冒頭感染状況についてのお話もあったかと思うんですけれども、はい、やはり福島市も過去最多ということで、なかなかこう疫学調査難しい現状あるかと思うんですが、はい、どういった傾向が出ているというふうに分かっている範囲で、正直言うとですね、なかなか分からなくなってきているのが現状なんです。これまではかなりお一人お一人の行動履歴などを積極的疫学調査で把握してたんですね。ですから最近はその飲み屋さんを中心に出てるとか、あるいは学校を中心に広がって家庭で広がってとかですね、こういう傾向が伺えたんですけども、今正直言うとなかなか分かりません。でただ言えるのは、どっかにこう集中して起きてるというよりは、もう本当に全体的にいろんなところで、ところあるいは場面でですね、感染が生じているんだろうというふうに思っています。そしてやはり今回 のお盆でですね、やはりいろいろとこう県外あるいはこの市内でもいろいろこう動かれたと思うんですね。やっぱりこの動いた結果としてまた拡散したんじゃないかなというふうに、我々としては受け止めております。ただ実はやってよかったなと思っているのは、我々お盆前に医療機関の負担もできる限り減らしながら、やっぱり早期に陽性者を把握をして、そこで隔離というかね、押しとどめて広げないようにということで検査キットの配布をいたしました。
まあ、1日200の予定だったんですけど、結局は300とか、あるいは昨日からは250を配ってるんですね。で、その検査キットによる陽性率を見るとですね、実は 35% ぐらいの方が陽性になってるんです。でちなみに無症者に対する薬局なんかで の陽性者はですね、大体 2-3% なんです。でそれに対して 35% で、これは実は福島市が市内でですね、実施されている保健医療機関、お医者さんでの検査とか、あるいは市が濃厚接触者などに実施する行政検査、これに対する新規陽性率というのが大体 36% ぐらいですよ。そうすると、本来だとやっぱりお医者さんにかかっていくような人が、まあ、特にお盆の医療体制が手薄な時にこの検査キットを利用していただいて、そして陽性が判明したと。でそこで一旦この方々の動きは止まるので、そういった面での抑制は多少なりともできてるんじゃないのかなとは思っております。はい、ありがとうございます。一方で市内の医療機関ですと病床の使用率が、まあ、9割程度というご説明あったかと思うんですけれども、はいはい、まさにこのペースで、まあ、入院調整広域的にというのも、まあ、取り組まれるとは思うんですが、やはり結構厳しい状況に医療体制というのも、もうなっている現状があるんでしょうか。そうですね、県全体でももう6割ぐらいの病床利用率になってますので、なかなか広域調整も難しいと思います。それからやはり今回の場合ですね、介護施設とか 病院でもかなりクラスターが出てて、でそこで療養されている高齢者の方が入院されてますんで、まあ、いわゆる健康な高齢者以上にこういった方々は非常にやっぱり脆弱ですから、やっぱり長引いてしまうんですね。その点ではなかなかその病床の利用状況というのは改善しないというふうに思います。それからまあね、あえて言うならば我々、市長会とか福島市も含めてですね、今回の4回目接種の最初の時に高齢者だけじゃなくて医療従事者とか高齢者施設の従事者もやってくれと申し上げてたんですね。まあ、結果的には大きな波になってから政府も対応したんですけども、今あまり進んでないわけですよ。というのは結局その陽性になった方はしばらく置かないといけないんですよね。ですからやっぱり高齢者で陽性になる方もいわゆる我々が外出制限をかけなきゃいけないようなそういう方々じゃないわけです。どちらかというと今申し上げたように施設とか医療機関に入っていて、それでスタッフなどを通じてかかってくるというパターンが多いですから、まあ、その点では非常にこう厳しい状況であるのはもう間違いありません。だからせめてね、また医療従事者とか施設の従事者のね、ワクチン接種の方も我々としてはできる限り早く、まあ、急ぎたいんですけど、本当に今申し上げたように一旦、かかってしまうと一定の期間ワクチン接種できませんので、そういった面でのもどかしさがあります。ありがとうございました。他に質問はございますでしょうか。内容ですのでその他に移ります。発表事項以外で皆様からの質問をお受けします。河北さん。河北新報高木です。よろしくお願いします。ちょっと各社で報じられている件なんですけど、旧統一教会との関係について、はい、改めてちょっと市長の口からですね、どういった関係があるのかあったのかということと、その経緯についてご説明いただけますでしょうか。はい、統一教会というか旧統一会、まあ、私としてはもうまさに旧現在の、福島家庭教会になりますけれども、最初の選挙の時にいろいろこう市民の皆さんへの支持を広げていく過程で、支持者の一人からご案内いただいて、まあ、訪問をしてお話をさせていただいた。それから、まあ、その時はとにかく私としては自分の政策もお話ししますし、いろいろな市民の
お話もお伺いするという中で、参りました。それから私自身はこれまでもこのそういったこれまで、なんて言いますか、訪問したような団体とかですね、そういったところとはその選挙だけではいおしまいというんじゃなくて、その後もそれなりにこれはこういった、家庭教会だけじゃなくてですよ、コミュニケーションを取りながらいろいろこちらも話もし、このお話も聞いてきたという経緯があります。ですからこちらの方にも、年に1回ぐらいは関連のイベントなどにお招きをいただきましたので、その時に行って話をするとか、あるいは行けない時はメッセージを送るとか、そういう対応をしてまいりました。で、これがこれまでのその関係になります。はい、あります。これもすで、にいろいろ報じられているところで重なるところで恐縮なんですけれども、はい、年に1回くらいこう招かれて幹部の方とこうお話をされたりと、今のご説明でもそういったことだと思うんですけれども、はい、それが市の政策に影響したということはなかったのかということと、どういうお話をされていたのかというところですね、というのと今後の何ていうんですかね、関係性についてはどのように考えられているのかというところ、はい、いわゆるですね、一市民としての考え方については私はそれは全て基本的に受け止めて自分なりに消化してそれを反映させるのは、これは当たり前ですよね。で、いわゆる話としては私はとにかく最初から待機児童問題とか子どもたちの施策に関しては非常に重視しておりましたので、そういった話が多かったと思います。で、いわゆるその、教会の布教活動というか、あるいは向こうの活動に関しての要請とか、そういったことは一切ありませんし、我々としてもそういったことについての話はしたことはありません。そして今後についてはですね、私としては、大学時代はね、統一教会とかそういったのは当然、自分たちも勧誘を受けたりしてますから、我が身問題として、ちゃんと存じ上げておりました。ただそういった時期を外れると、ほとんど接点もないですから、統一教会がどういう行動を取ってるかというのはよく分かりませんでしたし、今回報じられているような金銭トラブルというのも、大体我々が知るのはメディアの報道を通じて知るんですけれども、そういうのも特段気づくようなものもなかったので、存じ上げておりませんでした。しかし今回こういうことでですね、いろいろと難目の問題が明るみに出てきていると、それから場合によっては私が接点を持つことで、妙な誤解あるいはトラブルを、誘引してしまうということも考えられますので、そういったことを十分に踏まえながら慎重に対処していきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、KFB さん。福島放送樋口です。今の件に関してだったんですけれども、その慎重に対応していきたいというのは、今後もそのイベントですとかそういうのに出席する可能性はあると捉えていいんでしょうか。今申し上げたようにいろいろな問題に巻き込まれるとかそういうことも踏まえて慎重に対応ということなんですね。で、もう私自身というかこう言って申し上げるところは、実際のところは基本的には接点を持たないという意味で受け止めていただければというふうに思います。で、あとすいません、確認の部分でもあるんですけれども、はい、統一教会といわゆる福島家庭連合というのが、同一の、その系譜を踏む団体だったと、そういうこと自体は認識はされていたということでいいんですか。ですね、ですから例えば名称変更したなんていうのは事実として私は実は把握しておりませんでした。で、伺っているうちにこれはそうかなというそういったことは認識はありましたけども、ただそれ以上に深く調べて、そうなんだ、一体化したんだとかいうのも、そこはまでは一体化というか、名前を変えた団体がこうなんだと
ということまではちょっと存じ上げませんでした、はい、ありがとうございます。まあ、その点ではまあ、ただ仮にその何て言いますかね、分かってたとしてもトラブルとかがね、そこ自体が把握できてないんで、まあ、私としてはそのやっぱりトラブルとかそういうのがあるのであれば、より慎重に聞いてれば対応したとは思うんですけども、まあ、なかなかそこのところも把握できてなかったっていうのが、まあ、今回こういった接点を続けた要因かというふうに思っております。ありがとうございます。そしてまあ一応なんですけれども、献金だったりとか政治協力っていう献金ですとか、はい、政治の選挙の協力、まあ、そういったことはなかったということでいいですか、ね、はい、はい、ありがとうございます。朝日さん。朝日新聞の荒海と言います。今ほどの関連で、はい、ちょっとくどいようで恐縮なんですけれども、まあ、その最初の選挙の時に、まあ、その支持者の方に紹介されたというお話ですが、はい、これ例えばその選挙の参院のこう推薦状とかため書きとか、なんかそういったものはいただいているようなことはありとか。あ、ないと思います。それはない、はい、それは後援会の方にも聞きましたけど、ないということです、はい、で、あとそれからまあまあ、いろんなイベントとか会合とか、まあ、開かれているようですけれども、例えばそういったものに、まあ、市の方としてですね、講演したりとか共催したりとか、はい、そういったことはございますか？ありません。それはない、はい、あくまでもこれは困った個人で、うん、接触を持っていたというものであります。あともう一点、はい、まあ、関連団体 の, 天宙平和連合というところが、まあ、よく平和大使というものを役まあ、重要な方にこう任命してたりしてるんですけども、はい、市長はそういったものになってないですね。知りません、私。知りませんし、もちろん当然なってないと思います。わかりました。あとちょっと話変わるんですけども、はい、先ほどその成功の4強に関してですね、はい、まあ、今メッセージありましたですけども、はい、例えば連携中枢都市圏として何かお考えあります？その応援イベントみたいなもの。応援イベントですか？いや、ですね、私もちょっとこれ、まあ、あまり、ね、こちらが口出すのも逆にどうかなとは思ってたんですけども、一説ちょっと側聞した限りでは、今日コラッセでなんかパブリックビューイングやるんですかね、関係の方々が。でもしね、そういう盛り上がりがあるんだったら、ぜひ西口の、エールビジョンで決勝はぜひそちらでパブリックビューイングでもやってもらったらなというふうには思ってます、はい、だからですから、そこはちょっと今日はまず朝の会見の準備をしなきゃいけなかったんで指示はしておりませんが、まあね、盛り上がるんだったらぜひ大きな画面の前で盛り上がっていただいたらどうなのかななんていうのは、実は私今思ってるだけで、実やるかどうかはちょっと分かりませんけども、それは一つのアイデアではないかなというふうに思います。他に質問はございますでしょうか？では他に質問がないようですので、以上をもちまして定例記者会見を終了いたします。本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。